新潟競馬11レース、新潟記念2000です。能力偏差値ですが、C ランク6等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、右端が今回のレースとなっています。 指数は青色の折れ線で表されます黄色線は連帯目安ラインとなりますこの黄色線を上回っていれば高指数と判断できますその他の競争条件も同時にプロットされていますので様々な適正分析が可能です例えば3層前の競争条件を見ていきます距離は紫色の丸です3層前は2 0 0 0メートルとなります一角通過順位はオレンジ色の四角です 3走前は14番手となります。着順はピンク色です。3走前は6着となります。馬場状態はグレーです。3走前はとなります。開催場は指数の上の数字または漢字です。3走前は今回と同じ新潟となります。馬体10変化は黒色です。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定二0丸を打っています。5枠5番。ファユエンです。能力偏差値はトップで。 偏差値ラランンククは C ランクとなります。金5層では前層2層前に黄色線を上回っています特に2層前は黄色線を10上回る優秀な指数をマークしています能力的には上位混戦の1等で連帯資格は十分です距離適性を見ていきます距離は紫色の丸です今回は 2000m となります指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は オレンジ色の着順が4着で、紫の丸が2000、2000は適距離です。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が2頭います。先行タイプは不在です。この一角侵入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。 指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は後ろから、後方からの差し、追い込みが良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は38で11位です。上がり指数は70で5位です。平凡な上がり指数で、させないリスクも若干あります。 展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。8枠12番、レッドラディエンスです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、前層、2層前、4層前に黄色線を上回っています。上がり指数が高評価できるのは、3層前は、黄色線を3上回っています。5層前は、 黄色線をニ上回っています。能力的には上位混戦の一等で連対資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと一走前は紫の丸が2000、二走前は紫の丸が2400、二千は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと一走前は八番手からの競馬です。 2層前は3番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は77でトップです。上がり指数は73で2位です。まずまずの先行力で前目につけられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。8枠11番、エーデルブルーメです。 能力偏差値は3位で偏差値ランクは C ランクとなります金5層では前層に黄色線を上回っています特に前層は黄色線を11上回る優秀な指数をマークしています能力的には上位混戦の一等で連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は紫の丸が2000、2000は適距離です 展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は後ろから、中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は49で9位です。上がり指数は65で10位です。上がり指数は評価できません。させないリスクがあります。展開面は、若干のマイナス評価した方がいいです。ババ状態を見ていきます。 ババ状態はグレーの丸で表されます。ババが渋ると指数を落としています。明日もババが渋ればマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。7枠9番キングズパレスです。能力偏差値は4位で偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では前層5層前に黄色線を上回っています。能力的には トップグループの一角で連帯確率は高いです指数の青線の傾向を見ていきます指数の山と谷が交互に来る傾向があります交互タイプなら今回は指数を下げる順番です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと5走前は紫の丸が2500昨年の10月は紫の丸が2400 2400が適距離ですが 一層前の紫の丸。今回と同距離の2戦では、低指数となっています。2戦は若干短い可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、5走前は7番手からの競馬です。昨年の10月は後ろから、中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は60で4位です。上がり指数は72で3位です。 まずまずの上がり指数で、ちょい差しを見せられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。六枠八番、アリス・ベリテです。能力偏差値は五位で、偏差値ランクは c ランクとなります。金五層では、前層に黄色線を上回っています。特に前層は、黄色線を十に上回る優秀な指数をマークしています。能力的には？ 上位馬には一歩を取りますが連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は紫の丸が20002000 2000は敵距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は花を切っての競馬です花を切って逃げが必須のタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は74で2位です 上がり指数は59で11位です。まずまずの先行力で逃げられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒の星を打っています。6枠7番、セレシオンです。能力偏差値は6位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、前層に黄色線を上回っています。上がり指数が高評価できるのは、2層前は、 黄色線を2。上回っています。能力的には上位馬には一歩劣りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は紫の丸が18004。走前は紫の丸が22001800が適距離ですが、2000も守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと。 1>, 1走前は後ろから4走前は6番手からの競馬です先行も差しも良い自在タイプです展開分析シートに切り替えます先行力は56で7位です上がり指数は71で4位です先行力上がり指数とも平凡で自在に立ち回れないリスクも若干あります展開面のリスクは少ないですが大きくは評価できないです次の馬を解説していきます 暫定白の星を打っています。2枠2番、ライトバックです。能力偏差値は7位で、偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では、黄色線を上回ったことがありません。上がり指数が高評価できるのは、2層前は黄色線を1上回っています。5層前は黄色線を4上回っています。能力的には、上位馬には一歩劣りますが、連体資格は十分です。 距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は紫の丸が1600、1600が適距離ですが、1層前の紫の丸、2400では、まずまずの指数をマークしています。2000も守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は後ろから、後方からの差し、追い込みが良いタイプです。 展開分析シートに切り替えます。先行力は38で10位です。上がり指数は77でトップです。高い上がり指数で、鋭い差し足が見られそうです。展開面は、プラス評価していいです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。暫定20丸を打った5番の対戦成績は、11番に対し、0勝1敗、9番に対し、0勝1敗、8番に対し、 0勝1敗と負け越しています5番の対戦成績にはリスクがあります暫定丸を打った12番の対戦成績は9番に対し1勝0敗と勝ち越しています12番の対戦成績は高評価できます暫定黒三角を打った11番の対戦成績は有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません暫定白三角を打った9番の対戦成績は5番に対し 一勝零敗と勝ち越しています。九番の対戦成績は高評価できます。暫定罰を打った八番の対戦成績は五番に対し一勝零敗、十一番に対し一勝零敗と勝ち越しています。八番の対戦成績は高評価できます。以上の適性分析を考慮しました。最終の予想印です。本命二十丸を打ったのは五番ファユエンです。能力偏差値は。 トップの C ランクです。対戦成績にリスクはありますが距離を高評価しました。対抗丸を打ったのは12番レッドラディエンスです。能力偏差値は2位の C ランクです。距離と展開と対戦成績を高評価しました。黒三角を打ったのは8番アリスベリテです。能力偏差値は5位の C ランクです。距離と、と、展開と 対戦成績を高評価しました。白三角を打ったのは11番エーデルブルーメです。能力偏差値は3位の C ランクです。展開にリスクはありますが、距離を高評価しました。バツを打ったのは9番キングズパレスです。能力偏差値は4位の C ランクです。距離と調子にリスクはありますが、展開と対戦成績を高評価しました。以上。 指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しましまた指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながりますぜひ指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです次に 全レース公開の PDF に掲載しておりますシンプルグラフを紹介します。それではシンプルグラフへ切り替えます。シンプルグラフは表示範囲を過去5層に絞り指数グラフより簡易に能力判断、適性分析が可能となりなます。シンプルグラフの見方ですが過去5層の指数を青色の折れ線で表しています。四角の中の数字は着順を表します。黄色線は連帯目安で この黄色線を上回っていれば連帯確率が高い指数となります。下部にはコース情報を表しています。上部にはレース間隔を表しています。それではシンプルグラフにて評価上位場を解説していきます。二重丸を打ったのは5枠5番、ファユエンです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は今回と同距離の中京2000にて黄色線を8上回っています。2層前は今回と同距離の京都2000にて。 黄色線を10上回っています3層前は黄色線を17下回っています4層前は65下回っています5層前は14下回っています次の馬のシンプルグラフへ切り替えます丸を打ったのは8枠12番レッドラディエンスです過去5層の指数を見ていきます1層前は今回と同距離の福島2000にて黄色線を3上回っています2層前は東京2400にて 黄色線を2上回っています。3走前は黄色線を24下回っています。4走前は新潟2200にて、黄色線を2上回っています。5走前は14下回っています。評価できる上がり指数を見ていきます。3走前は、5走前は、次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。黒三角を打ったのは、8枠11番、エーデルブルーメです。過去5層の指数を見ていきます。 1>, 1層前は今回と同距離の京都2000にて、黄色線を11上回っています。2層前は黄色線を3下回っています。3層前は36下回っています。4層前は6下回っています。5層前は19下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。白三角を打ったのは、7枠9番、キングズパレスです。過去5層の指数を見ていきます。 1>, 1層前は今回と同距離の福島2000にて黄色線を1上回っています。2層前は黄色線を11下回っています。3層前は3下回っています。4層前は8下回っています。5層前は中山2500にて黄色線を9上回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。×を打ったのは6枠8番、アリスベリテです。過去5層の指数を見ていきます。 1層前は今回と同距離の京都2000にて、黄色線を12上回っています。2層前は黄色線を15下回っています。3層前は8下回っています。4層前は18下回っています。5層前は28下回っています。以上、偏差値上位場をシンプルグラフで解説してきました。この統一指数によるシンプルグラフは、全レースをノートにて公開しております。全場のグラフを1ページに配置し、 一覧性を高めております全レースの PDF の入手先はこの動画の注釈にリンクがありますのでぜひご利用ください。最後にノートにて公開しております。全女全レースの指数グラフ PDF をご紹介いたします。ノートの URL はこの動画の説明文に記載しておりますのでぜひご利用ください。このシートは 過去5層の出走履歴と統一指数を一般的な馬柱にて表示したものです次のシートですこのシートは動画で紹介しております指数グラフの各馬の一覧です過去1年の出走履歴と指数をプロットしているフルバージョンの指数グラフとなります次のシートですこのシートは過去5層に絞ったシンプルグラフとなりますまずはこのシンプルグラフでの能力判断から始めてみてはいかがでしょうか 次のシートです。このシートでは、上部の表はレース予想動画でも紹介しております。適正分析後の評価一覧となります。指数グラフから読み取れる各種適正について表示しております。下部の表は、展開分析のデータとなる。各場の先行力とその順位。各場の上がり指数とその順位となります。右隣は一角通過予想図となります。次のシートです。このシートは、 推奨レースの動画紹介しております全レースの本命馬について勝利確率推奨ランク適正と能力比較ごみの推奨リスクを表示しておりますこの推奨リスクを参考に馬券戦略を練ってみてはいかがでしょうか